この度は私たちのイタリア産ツナ100便が当たるキャンペーンにたくさんの方にご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの方にご参加いただき、そしてたくさんのコメントもいただいておりますので、今からちょっとみんなでそのコメントを読んでいきたいと思います。はい、ではまず最初のコメントですけど、イタリアに行きたいです。食い倒れ旅行したいです。ありがとうございます。ぜひぜひ来ていっぱい食べてください。はい、それから、まさに今ヨーロッパ旅行計画中です。おお毎日美術館1館&ピザ1枚チャレンジいいですねイタリアですよね、それね。イタリアですね、はい、はい、それからドイツはホーエンツォーレルン城からシュツットガルトかフランクフルトでサッカー観戦、うん、あーホーエンツォーレルン城はすごく綺麗ですしね。フランクフルトはこの前ヨーロッパカップかなんか優勝してましたし、はい、ぜひぜひいらしてください。はい、自由になったらマルタ島に行きたいです。おぜひぜひ。私も行きたいなそうです、ね、イタリア担当なんでオーガナイズしますのでぜひお越しください。はい、マルタ島もねツアーしますね、はい、はい、ヨーロッパ数カ国行ってみたいですっていうコメントがありますね、はい、やっぱりヨーロッパはいくつもの、ね、国が、うん、地続きに、ね、なってますので、まあ、いろんな要素を、ね、いっぺんに楽しめるっていうのがね、うん、すごく楽しみ方の一つかなと思いますよね、うん、そうですね、うんうん、はい、今はただただイタリアの地を踏み、イタリアにただいまと言いたい、うん、ちょうど8年前の今頃、阪急さんのツアーでイタリアにいました。お嬉しいですね嬉しいですね、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、それから、スペインに行って、本場のバルで、ピンチョス食べながらサングリアを飲みたい。あ、なるほど、うん、ピンチョスいろんな種類があるんでぜひ来てもらって自分で好きなものを選んでいただきたいですね。美味しいです、うん、はい、それから、まあ、ツナ缶が100個当たるらしいですということでね、いただいてますけれどもねやっぱりインパクトが大きかったのかもしれないですね。100個、そうですね、100個ね、はい、結構ね、食べきれるのかっていう量ですよね、うん、でも夏でよかったね、爽やかで。あ、そうですね、いろんなアレンジもできますしね、うん、夏の料理ね、はい、うん、フィンランドにサウナ旅に行きたいです。うん、確かにフィンランド式サウナ、ね、気持ちいいですよね、あれね、やっぱりいいね。なるほどね、いろいろですね身も心もね、リフレッシュする、ね、うんうんうん、確かにそうですね。はい、それからイタリア産ツナ100個ですか、すごいですね、素敵なプレゼント企画ありがとうございます。自由に旅できるようになったらイタリアで大好きなピザを食べる、うん、どっちですかね、ローマ風かナポリ風か、うん、皆さんどちらが好きですか。知ってます、ナポリ風のちょっと分厚くてもちもちして、でローマ風は薄っぺらい。私はローマ風が大好きです。私ナポリ風です。おお、こっちの方が好きかも、うん、そうですね、どっちも私はどっちもです本当にどっちもです、うん、はい、スペインでパエリア食べたい。パエリア、そうですよね、スペインといえばパエリアですよね。パエリアも結構こっちはいろんな味とかいろんな具が選べたりするんで、ぜひぜひいろんな味を試していただきたいですね。やっぱ地域によっても違うんですかね。あ、地域によっても入っている具材が全然違ってきますので、確かに食べ比べも面白いかもしれないですね、うん、
それからイタリアで、お祈りしてみたいよねということで、まあ、これはあの教会に行ってっていう、そうですね、あのどこでも、いつでもお祈りできます、あれはあの教会はほとんどずっと空いてるんですよね。はい、空いてますね。まあ、コロナの間にねちょっと時間帯とかが決まっていましたが、まあ、今元通りになりました。はい、はい、それから韓国で買い物三昧したい。いいね。私も韓国で行って買い物いいですね。わかります、すごくわかります。それから、ドイツに行きたいです。ドイツ本場のグルメを堪能したいです。あ、やっぱりドイツといえばビールと、ソーセージ、あと豚肉料理ですね。来ていっぱい飲んで食べていただきたいです。はい、自由に旅ができるならイタリア、ベネチアからボローニャ、フィレンツェ、オルビエート、アッシジ、ローマ、ナポリ、シチリア、こんなツアー欲しいなということでいただいてますね。ありますよ。これすごいですね。やっぱり結構北部、中部、全部ですね。これだと全部。ああ、そうですね。最後ね、ナポリもあるけど、はい、確かにあの2週間ぐらい、11日間でしたかな、ありますね。あります。ボロニアで入れなきゃいけないかも。はい、そういう長いツアーもあります。はい、あります。はい、それから自由に旅行行けるようになったら、福島に行って、三陸鉄道に乗ったり、京都に行って映画村を歩いてみたりしてみたいな。あ、いいですね。いいですね、国内、ね、ゆっくりね、回って。こっちからは行きたいですね。行きたいですね。はい、もともとバックパッカーな旅好きでいろいろ歩き回ったんですが、イタリアやスペイン、ポルトガルの食べ物は本当に美味しかったので、世界遺産巡りしながらまた食べ歩き旅をしたいです。あ、なるほど。そうですね、歩いてね回って、あのスポットスポットで何かタパスとか食べるのも楽しいですね。有名店や高いお店じゃなくても美味しいものが食べられる大好きな国たちということで、ね、いただいてますね。ありがとうございます。そうですね、小さいね、あのバルとかでも本当に新鮮な魚介とかも食べれたりするんで楽しいですね、食べ歩き。ですね。それから、ヨーロッパを周遊して各国のワインとそれに合うおつまみを食べ回りたい。ワインどうですか、皆さんの国のワインは。美味しいです。いいですね。美味しいですね。ドイツも美味しいですよ、白ワインが。あ、そうなんだ。はい、イメージないけどビールばかり美味しい。なんかビールも美味しいけどワインもすごくあの人気です。すっきりしたフルーティーな感じ。あ、いいですね。台湾で美味しいものたくさん食べたいな。人気ですね。台湾といえば、ね、ご飯確かにいいですよね。はい。それから、ヨーロッパ一周したいな。ぜひでもね、列車とか使ったらね、やっぱ結構一回ヨーロッパに入ったらヨーロッパ内を移動するのは簡単なんでね。飛行機も安いしね。そうですね、確かに。はい、スペインに行って、ガウディの建築物を見て触って異空間を楽しみたいです。なるほど、いいですね。やっぱバルセロナですかね、やっぱ一番ガウディの作品が残ってるのはバルセロナ、ね、どこ歩いても結構普通の建物がガウディの作品だったりするんで楽しいですね、街歩き。大好き、私もね。それからイタリアに行きたいです。ベネチアのゴンドラに乗ってみたい。
そうですね、ロマンチックですね。それから、ドイツでビールとソーセージ満喫旅。うん、いいですね。ぜひミュンヘンスタートでいらっしゃってください。はい。イタリアなら美術館やサッカー観戦、ベネチアでゴンドラ、バチカンにも行きたいし、ジェラート巡りに、あれもこれもでやりたい、行きたいことばかり。ぜひぜひゆっくりしたイタリアの旅を選んでください。ジェラートはもういっぱい売ってますよね今の時期。はいはい、すごいこの暑さなんか結構お昼ご飯ジェラートで済ましてます。なんか珍しい味とかあるんですかジェラート？なんか何でもありますよ。もうだって食品センターとかに行くともう100種類ぐらいずらっと種類すごい出ますので何でもあります。はい、もう飽きずにじゃあ食べれますね毎日でもね。はい、そうですね。それから あと以前行った時は内部はただの工事現場だったサクラダファミリア。なるほど、そっかそっか、サクラダファミリアだいぶ結構完成に向かって姿が変わってきてますので、今いらっしゃってもまた違う一面も見れて楽しいと思います。はい、では次、ティラミスが大好きなので、本場のティラミスをぜひ食べに行きたいんだけど、本場ってどこだ？海外行ったことないので、まずはパスポートを取りに行かねば。うん、おティラミス、本場イタリアですよね。ティラミスは、うちの我々のお客さんの場合はベニスで食べたりしますけれども、うん、ちょっと勉強不足ですけど多分トリエステじゃなかったかな、ベニスの近くのトリエステで生まれた気がする。ちょっとごめんなさい、トリエステだったと思います。まあでもベニスで食べます、ドアーズの場合は。はい、はい、次のコメントです。自然豊かな町で買い物をして美味しいものを食べる、どこがいいかな。スペインだったらやっぱ北の方がいいですかね。自然も多くて美味しい食べ物、ね、いろんな、魚介だったりお肉も美味しいですし、お買い物も、ね、できますので、スペインだったら北かな。すごい質問。簡単そうで難しいですね。イタリアは割とどこも自然が残ってますので、まあ、どこでもあと山が好きか海が好きかっていう、うん、それなりの食べ物もね、トスカナ州だったらどっちもありかな。うんうん、はい、ドイツだったら、まあ今私がいるミュンヘンも都会なんでお店もたくさんありますし、でちょっと行ったらもうアルプスがあったり湖があったり、でミュンヘンも街中でも緑がすごく多くて公園もたくさんありますし、都会的な部分も自然も両方楽しめるのでおすすめです。これで最後のコメントで、いやたくさんいただきましたね本当に皆さん。でもやっぱり皆さん旅行ね、こんなに行けなかった期間も長かったんで、皆さん旅行いろんなところに行きたいなという思いがやっぱあるんですね。あります ね、うん、ね、皆さんの生の声が聞けて、ね、嬉しかったですね、うん、本当に本当に参考になりますね、うん、そうですね、うん、で私たちもこれからまたこういう楽しい皆さんに楽しんでいただけるような企画をどんどんねこれからも企画していきたいと思ってますので、皆さん随時私たちの SNS でそういうポップアップをぜひチェックしてください。そうですね、はい、はい、ではじゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。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 